はい、はい、そしてですね、アフロで私がメインとして使っている関節はこの肩甲骨よ、この4点だけと思ってください。ぶっちゃけ4点、肩甲骨です。肩甲骨とこの骨盤と膝と足首、ここが全部連動した動き、はい、で一本自分の中に軸を通します。串刺しにブスッと真ん中で、これがなるべくぶれないように、でこの軸がどっちの足に乗っているかっていうのを非常に意識してください。でこれが踊る上ですごい大事になってきます。この軸が右足からスタートするような動きだったら、この軸を左足に乗せるっていう準備があってから右足が動くみたいな感じで、どっちの足にで準備をしているか、どっちの足が土台になっているかっていうのがこの軸が動きます。はい、であとはですね、このまっすぐ、これがまっすぐなんですけど、自分がバネのように動くようなイメージをしてください、ね、で、膝が曲がるときに膝がつま先より前に行かないように、はい、でもちろんこういう動きもあるんですけど、膝がつま先より前に行かないようにバネのようにぐーっと自分を縮めるとすると、どうすればいいかというと、お尻が後ろに下がります。ぐっと、でその時に肩甲骨がぐっと前に出ます。そうすると横から見るとジグザグに見えます。バネのジグザグに見えます。でしっかり伸びて、はい、縮めた時にこのバネのジグザグが体の中でできるようにと浅くていいです。浅くていいです。ここまで深くしゃがんじゃうとこっちに力が入っちゃうので、ここの力はあまり入れずに、お尻とハムストリング、ここで支えるような感じで、あとは胸使います。そうそうそう